皆さんこんにちは。日本語の先生のりこです。今日はあるニュースの記事の内容についてお話しします。 BBC ニュースからの記事です。イギリスのお話です。新型コロナウイルスの影響でイギリスでもたくさんの人が自宅から働く在宅勤務、テレワークをしていますね。一部の人たちは会社に戻り始めたけれども、まだまだたくさんの人が自宅で働き続けています。そんな中でイギリス人の人たちは何にお金を使ったんでしょうか。このコロナウイルスの影響でイギリス人の人たちが多くお金を使って買ったもの、それは紅茶やクッキーだそうです。面白いですね。イギリスっぽいお話ですね。私はこれを読んだ時にイギリスらしいなって思ったんです。イギリス人はオフィスで働いていても家にいてもティータイムをとても大切にしますね。休憩時間、そしてちょっとした休憩時間に紅茶を作ります。ミルクティーを飲みます。またはコーヒーを飲みます。そしてコーヒーや紅茶と一緒にクッキーやビスケットを一緒に食べるんですね。このロックダウン中の食料品の中で一番売り上げが伸びているのがコーヒーや紅茶、クッキーやビスケットだそうです。確かに私もそうですね。ずっと家で働いていますね。旦那さんもずっと家で働いています。お茶の時間が増えました。仕事をしながら紅茶を飲む、コーヒーを飲む、または一緒にブレイクタイム、休憩時間を取る。そしてその時に必ずお菓子を食べますね。クッキーやビスケットを買うようになりました。この通りだと思います。そしてコロナでしたからお店が閉まっていました。もちろんネットショッピング、オンラインショッピングをする人が今まで以上に増えたそうです。これはきっとどこの国も一緒ですね。私もアマゾンをコロナの前以上によく使うようになりました。私はアマゾンプライムのメンバーなので、北アイルランドに住んでいてもまあだいたい注文すれば翌日に着きます。または2日ぐらいで届けられることが多いです。とても便利ですね。本当に買い物に行かなくてもネットショッピングでなんとかなることが多くなりました。あと同じBBC のニュースの記事によると、イギリスでイギリス人がロックダウン中によく買ったもの、コーヒーや紅茶、ビスケットの他は本だそうです。本、つまり読書をする人がもっともっと増えているということなんですね。これも当然やっぱりなと思います。だって家にいる時間が長くなりましたから、家で何をしますか。ネットフリックスを見たり YouTube を見たりする人もいるでしょう。でもやっぱり静かに本を読む、本をもっと読みたいという人が増えていると思います。ですから e-books と紙の本の売り上げが本当にロックダウン中増えているということでした。さてロックダウンも少しずつ緩和されています。行動制限は少しずつ緩くなっているイギリス。今後この人々の何を買うか、何にお金をかけるかっていうのは変わっていくんでしょうか。私はしばらくはこの状態がまだまだまだ続くと思っています。ロックダウン中ネットショッピングをするようになった人はネットショッピングの便利さに気づきました。そしてまだまだ家で仕事を続ける人が多いですから、コーヒーや紅茶の売り上げは伸びていくんだと思っています。コーヒーに関して言えば、私たち夫婦はコーヒーが大好きで、ロックダウン中美味しい、そしてちょっと高いコーヒー豆を買うようになりました。イングランドのショップから定期的に届けてもらうようにしているんですけれども、本格的な美味しいコーヒー豆を買っています。毎朝フィルターで自分でドリップ式でコーヒーを作っています。この時間はとても心が豊かで静かな、リラックスできる時間です。多分
コーヒーにお金をかける、美味しいコーヒー豆を買う人もこのロックダウン中に増えたんじゃないでしょうか。あと他の記事によると、ロックダウン中ジムが閉まってジムで運動できない、だから家で運動するための機械もよく売れたそうです。そしてロックダウン中、公共の乗り物、バスとか電車に乗れない、だから自転車に乗る人が増えましたね。自転車の売り上げも伸びたそうです。今朝はベルファストのシティセンターの中を歩いていたんですけれども、以前よりも自転車に乗っている人が増えたと感じました。お年寄りから若い人まで、いろいろな人が自転車に乗っています。これもロックダウンがあったから、コロナがあったからですね。はい、それでは今日は BBC で見つけた面白い記事、イギリス人がロックダウン中にたくさん買ったものについて話しました。また明日。